はい、みんな、わしやで、熊五郎のおもちゃ箱へようこそ。さあ、今月も、ねえ、1ヶ月の楽しみがやってまいりました。ディアゴスティーニ。さて、またね、今月も新たな怪獣を紹介していきたいと思います。私ね、いつも1ヶ月にね、2セット届くようにセットしてるんですけど、今回のディアゴスティーニね、大変薄いね、どんな感じで梱包されてるんでしょうか。見てみましょう。オープン。うや。えれいことですね。素晴らしい経費削減が繰り広げられてますね。とうとう。ねえ、箱がなくなりましたね、外装が。ねえ、こう、フィギュアとね、こちら。ね、サッシが2枚ついておりますね。ああ、もうエコですね。まあまあ、クマゴラこういうのあんま気にしないですからね。ただちょっとサムネが取りづらいな。さあ、じゃあまたね、順序よくいきたいと思います。はい。またね、今月ね、8号はモスラ幼虫1961バージョンということでね。ほんで、ラドンの手とね、足部分が完成して、今月ね、8月、8号でね、ラドンが完成しますね。なかなかこのモスラちゃんもね、独特な顔つきですね。うわ、すごいな。この当時はまだね、白黒の映像やったんかね。なかなか大迫力ですね、このモスラもね。普通にこのサイズの芋虫いたら超怖いな。ねえ。ちょっとね、私はまだこのね、時のモスラの映画見たことないんですけどね。いやー、ちょっとね、こういうの見てると無性にちょっと気になってきますね。ねえ。ぜひちょっとね、また見てみたいですね。さあ、ではね、早速ちょっと見ていきましょうか。まずはね、先月のね、このラドンから完成させていきたいと思います。今月がこれですね。8。はい、開けてまいります。このね、なんちゅうんかな。毎月毎月ね、こう各パーツに分かれて届けられるちゅうなこのじれったさ。ねえ、めっちゃじらすやんってなもんでね。ワクワクが止まらないな、この瞬間が。ねえ。やっぱだんだん完成していくのを見るのはね、すごくね、いいですよね。さあ、では、つけて参りましょうか、ラドンさん。ね。ファイナルオーズラドン。今回で完成。ねえ、なるか。よし。キュッキュッ。おみ足をね、つけていって。よし。はい。では、手を入れて参りましょうか。これは、こっちかな？こっちじゃないよ、こっちだな。はい、キュッキュッと。よし。よし。できましたね。ファイナルウォーズラドン。ねえ。ちょっとね、しっかり見ていきましょう。このね、ファイナルウォーズラドンはね、ここの装甲のところが非常にかっこいいですね。で、やっぱこのね、爪のところ。やっぱね、すごい動きがあるからね、何ですかね、結構生々しい感じがしますね。ね、このファイナルオーズラ、ね、この尻のところもまたリアリティ。ね、今回もやっぱり塗装がちゃんとしてますね。このね、ファイナルオーズラドンで100メートル級と言われてますね。ちょっとなんかあれだな。あえてか。ちょっとね、若干ここね、前足が浮く感じですね。で、まあ割と平地に立たせると安定感はありますね。さあ、ファイナルウォーズシリーズも結構いろいろあって面白いですね。今度は、ね、ファイナルウォーズシリーズで出してほしいとしたら、私はアンギラスあたり出してほしいかな。あのアンギラス可愛いでね。はい。ではね、今回ね、8月号。メインとなります。
こちら、モスラ、モスラ1961。このモスラがなかなかちょっとね、問題児みたいですよ。このね、設定資料に基づく統一スケール、これをね、ちょっとなかなか問題があるんですよ、このモスラ。さあ、これ見てなんか気づきますかね。ちょっとこれ単体だと分かりづらいですよね。さあ、ちょっとラドン並べるとどうかな。ラドンとこのモスラ並べてみると、まあね、ラドンが 100m なんですけどね、ちょっと違和感がありますね。モスラの顔がバカでけえ。ね、ちょっとね、さらに違和感が出るね、フィギュアがね、9月号に存在します。はい、9月号にしてとうとう出ましたね。初代ゴジラ。これが50メートル級ということでね、いろいろとね、比較し、ね、するのに、すごくね、比較し、しごたえがあります。ね、この初代ゴジラのね、この、人間をね、眠めつける、この、下向きの目、ギョロッとしてますね。なかなかの迫力です。やっぱ当時のこの白黒ね、あ、この間のほら、映画にもありましたね、時計台。これ起こし、ね、壊してる当時えらい怒られたらしいですね。ちょっとこれも映画もいい加減見なあきませんね、初代ゴジラの映画も。ね、すべてのね、すべてではないですけど、ゴジラ映画の原点にされてることが多いんでね。やっぱりね、ちゃんと履修しないと。さあ、なにこれ、めっちゃ、マニアックなフィギュア。ないね。さあ、じゃあね、早速ね、9月じゃない。9号のフィギュアも開封してまいりましょう。9号は割とね、ボリュームが結構ありますね。よいしょ。じゃあ、最初はね、ちょっとゴジラは大取りにしてね、ちょっとモスラちゃんからちょっと組み立ててみましょうか。これはどこのパーツかね。よいしょ。割とこう外すのは外しやすいかな。これはここか。このね、穴がとね、この突起のね、大きさじゃないな、形を見てね、それを参考にして入れることができますね。ごめんなさい、結構マメな人やったらこういうのニッパーでやるんでしょうけどね。ごめんなさいね、熊頃結構大雑把な性格なもんで。結構緩い感じかな。ね、これはモスラのね、前足に相当する場所かな。すごいな、モスラの下ってこうなってんだな。すげえな、なんか。よいしょ。さあ、つけてみましょうか。これ結構緩いね、このパーツ。ね、皆さんなくさんように気をつけた方がいいですよ。ポロポロって取れちゃうね、これは。よし。さあ、じゃあね、頭ができたんでね、こちらにくっつけてみましょう。ね、結構中は空洞になってますね、今回は。あ、また落ちた。よし。今回はなかなかちょっと、組み立てづらいぞ。簡単ってことないよね。しまいまった。これ完全に閉じたな。足は後で入れるべきですね。あら、これ硬くて全然入んないですよ。ちょっとドライヤーで温める必要がありますね。ちょっと行ってきますね。はい、今ちょっとドライヤーで温めてきました。これで入るっしょ。よし、これはね、 OK。
一回入れたらこれなかなか外れませんよ。これね、モスラのおみ足すっごい外れやすいんでね、もう接着剤で止めたいな。これ絶対なくすよね。よし。ちなみに僕ね、子供の頃一番好きやった怪獣ってね、なんとモスラの幼虫やったんですよ。だけど当時なかなかモスラの幼虫の装備がなくてね、ちょっと寂しい思いをしましたね。ね、結構ちゃんとしたモスラのフィギュア手に入れたのは今回初めてかもしれないですね。できました、モスラ幼虫1961。今回も大変素晴らしい造形と塗装になってますね。もう気持ち悪いぐらいですね。うぃー苦手な人結構苦手でしょうね。この斑点がまたね、生々しいな。さあねえ、ほんでここの口の部分もちゃんとツヤが出ててね、こことここね、全然こう素材が違う感じがしてね、すごいいい表現ができてますね。ねえ、さあこれまた完成がね楽しみですね。次でね完成する予定ですからね、モスラは。ねえ、いいね。意外となんかね、成虫よりモスラの幼虫の方が強いっていうの、いろんな映画でなんかありますよね。さあじゃあね、本日のメインイベント来ました、初代ゴジラ、ちょっと見てまいりましょう。やっぱ50メートル級っていうことがあってね、もうあれですね、一つのパーツ出てきますね。さあ見ていきましょう。やっぱ造形、そして塗装、うわ、ここの背びれの塗装すごくいいですね。うん、あ、裏にはちゃんとこういうロゴがついてますね。ね、おお、ちょ、怪獣小次郎がちょっとね、ゴジラに襲いかかってきますね。危ないね。すごいね。うん、だいたい指一本分ぐらいの大きさでしょうか。すごく上手にね、再現されてますね。うん、こっち側からもうまいことかけてます。ちょっとアップ。お、今日は拙者の調子がいいなね。このほら、ご自身、そしてこの可愛らしい耳、うーん、大変素晴らしいですね。いい具合に表現がなされています。これはある意味ね、初代ゴジラの決定版、決定版難しいな。初代ゴジラいろいろフィギュア出てるでね、まあ一元決定版とは言われんけども、でもすごくねクオリティが高いですね、このね初代ゴジラ。さあじゃあここでね、ディアゴスティーニ統一スケール設定資料上のこれのね面白いのをちょっと見てみましょうね。このゴジラが50メートル級、なるほど。んでこのファイナルウォーズラドンがこれ100メートルね。そう、うん、まあそやね、ちょうど2倍ぐらいになるんかなね。まあでも実際こういう戦いになるのかね、ラドンとゴジラが初代がね戦ったら勝ち目ないね。ゴジラなかなかね、連れてかれちゃうよ、ひゃーってね。さあここでですよ、問題児。はい、モスラーや、モスラー、どがかさむや、挑む、ルストビナードと。あえてここで止めとこう。ね。ゴジラ対モスラ。勝ち目がねえ。これちょっと高さ？ここの高さだけでももう50メートル近くあるでね、このモスラ。ねえ、これは初代ゴジラ相当厳しい戦いになりますよ。このね、モスラなんでこんなバカでかいかっていうとね、ちょっと設定資料を調べたところ、なんと180メートルあるんですよ。このファイナルウォーズラドンが100メートルですからね。これすごいよ。まだ全部できてないんですけど、全部揃ってない状態、この状態でやっと100メートルぐらい。
この状態でも 100m あるのラドンと同じ大きさになっちゃうんですね。怖いね、不気味だね。このね、ゴジラとモスラ、この対比すごいな。これがね、この統一スケール設定上のね、面白さの醍醐味ですね。本当になんかね、そういう資料的な意味合いでもね、すごくね、勉強になるっちゅうかね、なるほどなと思うようなフィギュアですわ。ね、まだね、次号でこのモスラ完成しますからね、他の怪獣との対比もちょっと楽しみになりますね。そしてね、皆さん、ね、この10月、11月号がね、すでに予告が出てます。ちょっと見ていきましょう。皆さん、出ましたね。12月19日。デストロイヤー完全対比。素晴らしい。とうとう出ますね。いやー、でもどうなんかな。このちょっと造形がちょっと心配だな。ちょっとなんか翼がちっちゃい気がするんだよな。このデストロイヤー。まあまあまあね。文句は実物を見てからじゃないとね。うん。そして11号、ヘドラね。このヘドラなんかすごいクオリティ良さそうですね。ちなみにこの、なんですかね、ヘドラね、僕初めて所持しますね、フィギュアとしては。で、デストロイヤー完全体パーツ2がつきます。なんかね、このデストロイヤーもね、何 ?14 号で完成ってことは、すごいね、これ5号にまたぎますね。なかなかの長編ですね。シンゴジラ以来の長編の。ものになりますね。またこれもね、皆さんと一緒にちょっとね、完成に向けて頑張っていきたいと思います。はい。さあ、今回もね、なかなか面白いラインナップでしたね。そう、ゴジラとね、モスララドね、非常にね、こうアンバランスがあって面白いね、今回の動画でしたね。ではまたね、次回もね、今度はデストロイヤー紹介してね、モスラーも完成させたいと思いますのでね、また皆さん楽しみにしててください。では、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。